黄金海岸は、金、石油、スイート原油、天然ガスが豊富な西アフリカのギニア湾に面した地域の名称だった。この地域は現在、ガーナとして知られている。黄金海岸は、増下海岸、奴隷海岸、湖生海岸と同様に、その地の主要な輸出資源にちなんで名付けられた。黄金海岸は、増下海岸の東、奴隷海岸の西に位置する。 しかし、この定義が最初から一貫していたわけではなかったようで、ある。特に、ポルトガルがすでに到達していたガンビア側でも金が得られていた。このため16世紀のポルトガル語と英語の文書では、この地方は、通常、ミナ海岸として言及される。おそらく、黄金海岸という用語は17世紀に、オランダ人と共に登場した。1596年のバーンハードス・パリアデニスに、 由来するギニアに関するの最古のオランダ語の記述は、まだこの名について言及していない。しかし、シュバーベンのアンドレアス・ジョスア・アウルスハイマーは、オランダの船の船位として、1603年に黄金海岸にも航海した。この旅に関する彼の報告には次のような記述がある。エルディワイル・イッヒヌンデン・フーリンズアムステルダムズ、ブレシュタ、ワレン、 日本ジェンシシャー・コンパニア・ザ・ウェイ・シフズ・クリクト、ノック・ヒーア、ギニア・ウフダイ・ゴールド・カスト・ズ・フェレン、オスト・イン・ダイ・120・マイ・リン・ズ・イィヒ・アースト・レクト。ダー・ノック・サインド、バイア・イマー・ホードット・ゴ・セイグルト、アウフダズ、シー・デ・サン・プンタス、アン・ウェルコム・オート・ズ・イィヒ・デ・アレヒト・ゴールド・カスト・アン・ハット。ピーター・デ・モレによる、別のレポートが1602年に登場した。17世紀の終わりまでに、 黄金海岸の概念はより正確に定義されていた。それはおそらくこの地でのヨーロッパ勢力の領土争いによるものだったのだろう。なお、黄金海岸という用語は、初期は文字通り海岸地帯を指す語で内陸部は含まなかった。この語が海から遠く離れた地域をも指すようになったのは19世紀になってからだった。黄金海岸の領有の変遷は次の通り。ガーナは、 黄金海岸と大まかに呼ばれる、この地域の正式名称であり、独立の直前には次の四つの部分からなり、法的立場は明確に分かれていた。このため、独立に先立ち、まずこの四地域を統合して1957年に英連邦独立自治領ガーナが成立した。英連邦間継承時間ジョンホープはこの名前はゴールドコーストの住民の希望に従って選ばれたと。 説明した。1930年代ジョージ6世と黄金の将棋を描いた営業黄金海岸の切手。ヨーロッパ人は1482年にアフリカのこの地域に到達し、その後何世紀にもわたって様々なヨーロッパの植民地帝国と商社がそこに召喚として知られる公易所を設立した。彼らはこの拠点を利用して移民して開発するのではなく、 利益を吸い上げることに専念した、ポルトガル領黄金海岸が最初に設立された。オランダ人は1598年に到着し、1642年にポルトガル領をオランダ領黄金海岸に編入した。オランダ人は1871年までこの地域に留まり、最後は英領黄金海岸に引き継がれた。ブランデンブルク領黄金海岸もあり、 1682年にこの地域に植民地が設立された後にプロイセン領黄金海岸になった。1721年にオランダがそれを購入した。スウェーデン領黄金海岸の入植地は1650年に遡る。デンマーク人は1663年に到着し、後にスウェーデンの領土を占領し、デンマーク領黄金海岸に組み込んだ。1850年に すべての入植地はイギリスのゴールドコーストの一部となった。イギリスは1871年までに黄金海岸全域を占領していた。アングロアシャンティ戦争後の19世紀後半には内陸部の土地も多く占領していた。その後、1957年の英連邦内のガーナ自治領の成立を経て1960年に正式にガーナは独立した。ありがとうございます。